オリンピックを通して沖縄の子どもたちにも本当に大きな夢や希望を与えることができてい,たら嬉しいですオンラインでご参加の方はチャットからのご質問をお願いいたします。こういうい状況の中でも選手として オリンピックの舞台に立てたことそこに感謝の気持ちでいっぱいです自分が目標を持ってあそこを諦めずに目指してやってきたので本当に継続していれば達成できるということを昨日のオリンピックを通して 伝えることとができたかなと、ま、た沖縄の子どもたちにも本当に大きな夢や希望を与えることができてたら嬉しいです今回、東京オリンピックに参加してみて本当に素晴らしい場所だなと感じたので。で今回も このオリンピックに参加した選手全員、本当に素晴らしい選手でこの空手が素晴らしいということを世界にアピールすることができたと思いますのでそこを見てまた今後も空手がオリンピック競技として戻ってくると思います。